最終回ですね。ああ、最終回だね。なんかいたっけ最終回。我慢してねえやつ言う。いたっけそのやつ。大丈夫かな。一回も出してねえよ、俺ら。何ヶ月出してねえんだ、あいつ。ずっとないないしてるよね。押し入れに入れてっかんね。押し入れにしまっちゃってる。開かずの間だから。いや、そうなんだよ。で、中からなんか聞こえんの。ブレイジングソウル、ブレイジングソウルって聞こえんの。こうね、もうドアをこじ上げてくんなやつは。でも俺らも押さえつけて、お前は出る、お前は出るな。お前が出たら負けるって。どんどん今夜のトーンが小さくなってから、お前出るって負けろ、お前出る。ブレイジングソウル。ブレイジングソウル。そうね。もう声も聞こえねえよ、今。もうね。中で死んでんじゃねえか。今頃。もう唱えることすらも。まぶならない。開かずの間、開きます。いっちゃいっちゃ。いい始まり方。最終回です。はいです。もう声も出ません。声も枯れております。枯れております。中にさらにジャラランが入ってもうね、声が出ません。声が出ません。お前の笑いが狂気じみたいに来たぞ。怖い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 。お前ゼロの音量みたいになってるから。いるよね。すげえ似てた今。いるよね今。あちゃ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 って全然似てたよ今。めっちゃ似てる、めっちゃ超似てるそれ。サーナイト以来。いや、サーナイトぐらい似てる、ほんとに。やった、めっちゃ嬉しい。でも、わかんない。わかんない。サベちゃん、入ってください、皆さん。ありがとう。入ってくれた。よし、じゃあやりましょう。まあ、先発じゃ、ありがとう。落ち着け。ここはね、丁寧にいきたい。そうだね。あの、ジャローダがありえるそうだから、それでいいと思う。あと、最後は、いや、トルネだな。うん。全然上から殴れる。まあ、捕まんだったら。ありがとうございました。ございます。アリマンでしたね。アリマン。スカマンはアリマンだよな。シーモンでしか言ってない。アリマンでゴチマンだね。スカマンよりのアリマンのゴチマン。三拍子アリマンですから。アリマンです。もういい、逃げるでいいんじゃない。初手マン。エンテージョン。初手リダマンでいいんじゃない。だって厚い脂肪だよ。え、だってでもリダマンしてもね、誰マンにすんの変えらんないでしょこれ。いや、助け臭いんだよな初手。けど、まあ、スカーフもありえるか。あ、けどジャローダスカーフどうだどうだ。いや、助けですよ。なるほどね、分解すればいいんじゃないかなと思うけど。てか、いや、スカマンかスカマンかどうかだったら、もうエンテをまずあのうん、こいつを生贄に捧げて判別するしかなくない。ああそういうことね。後出しでってこと。ああ意味わかったわ。それにすよ、死に出しでいいんじゃない。お前エジソンだな。そのひらめきエジソンだな。お前エジありがたい。はい貫通。はい貫通。しかもスカマンじゃない。ああダメだ。燃えてもダメだ。あ、いや燃えたら耐えた。惜しかった。まあまあいい仕事したんじゃない。さあここですね。これつぶてでもいいダメ入っちゃうんですよ。たまらん、たまらん、たまらん。くだらねえマジで俺。さっきからくだらんすぎるわ。くだらねえな。だこれエスカフェネ、あ待って、ちょっとすばらしい。
それやつ見ましょう。80だよ。80とかで、あの多分ね、いやジャラなんか85だと思う。ああ、そういうこと、うん、ああ勝てるだろう、ね、全速だよね相手。それ陽気最速か、それだけどさ、こっちがいいじゃん、最速ぶっていけば。もう完全に遅い時間最速ぶれない、弾だからな、弾だから相手最速な可能性もあるんだよ、超やるけどさ、2回だったら耐えるべ、つららばり。それ思ったな。ここはまだ積む必要ないのか、フェアリーはいない、ここで積んでいいな、ここ積んでもいいな、うん、あのここでマンダとか来るたらもう嫌だっていうなるから。おお、もう諦め、諦めんなよ、よし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 、あ、死んでた、つぶてじゃなかったけど、いじっぱでこの火力もしれない。待って、これどうなの、つかるの、え、つかまん、つかまん回収したこいつマジでもうじゃこいつよ、ジャラランがマジ強すぎ、相手うまいな、読んできたな、うめえマジ待ってこれ上がってない、そうだろ、これ上がってない、何これ上がってねえ何すりゃいいのよZ ないし、待ってどうしよう、もう声も枯れてきたよ、インファで散ろうぜインファで暴風圏内的な、暴風は無理か、気合玉圏内かに持ってくる形で、そうっすね、どれぐらい枯れ怖いんだろうね、おいいいだろ、お前さ、なんでスケールノイズ発動してねえんだよ、いいどっちゃ、どっちゃ、いや、耐えるね、けどお前さ、もう一回なんだなんだこのかぐやはどういうこと、待って待って、ここ何打つの、ワンチャン取るね、ないか、ワンチャン取るね、いやいや、こいつどうせ残してもなんもねまあその通りなんだよね、いいよ、いけいけ、いいよいいよ、いいファいいファ、かわせ、なるほど、かわすもくすもなかったドロー、表マジじゃろ、強かったな、これ上げてえな上げたいわ、いい、上がったワンチャン S は無理だな、多分相手結構 S ぶってるもんな、 S ぶってるもんな、気合玉打って気やまんだな、気やまんで気やまんで、あーぷっ、やっきー、耐える耐える、いや耐えるでしょ、これ知ってるもん、これ耐えるの知ってる、俺も死んでた、キヤマン重すぎ、キヤマン、キヤマンで負けまん、くっそー、けど次ボーマンで負けまんどうせボーマンで負けまんだったんだな、絶対ボーマンだよね、後ろね、うん、これあげるわアリバンでした、アリバンでしたで、これ最後ジャララン画界あげておしまいですね、とっとって、あ、おやった聞き逃した最終回です、ジャララン画ね、防塵なんだ、だから聞き逃したの、昨日もしくらない、月光画が先発来るかもしれないから、それを読んでいってからのジャララン画無双、さあ読んでいく、さあミミッキもいるんで、ミミッキは絶対来るんで、先発をね、まずあのハラフメは結構来るんだよな、マジで、あ、先発、あ、これで焦ってたのか、今日結構ジャラ先発ありじゃないの、ダメ、あ、月光来てもそっか釣れるんだ、で、あれなんだっけあいつ、ガルルで、ガルラでもまあジャラなんかいけるしみたいな、あ、ほんとだね、あ、じゃあこれでいいか、で、で、防塵だからってことだよね、あとそう、防塵だから、あの、日のガスタも大丈夫、大丈夫、ガスタは強いよ、えんちゃうけん、2番目3番目はこいつらっていいかな、いいな、いいな、いいね、じゃあこれでいきましょう、さあじゃあ相手の UTM、 この何の略でしょう、ウルトラチョイノック、ああー、 UTM って何、みんなだったら多分ウルトラマンってこと俺はウンチマンだと思うウンチマンじゃねえか
俺ウルトラマンって発想絶対出ない。俺むしろウンチマンの思考に寄ってたと思う。お前ウンチミンだもんな。あ、ウンチミンかもしれない。おー、ガサキタ、ガサキタ。老人知らないんじゃない？知らないんじゃない。え、まあタスキだからな。どうせ毒好きか。うん、あのどうせミミキュ可能性ある。来い。お、え、星来い。だけどガンプ読むんだったらこれマジ放射あるぞ。マジ放射あるぞ。あ、え、ポイヒか。え、どっち。あー強い。これなんですよ。なんか知ってますか、これ主ポケなんですよ。主ポケの厳選なんですよね。そうなんですよ。主ポケが夢特性で、あの、防塵で、それで厳選したんだよね。そうなんだよ。僕君頑張ってきましたから。忙しかった。絶対これ分かんないと思う、ジャラランガ防塵は。ね。で、どうせ、これ耳来ても、どうせ来ても、あの、あれがあるんで。他に、霊パンにしとくか。なんか、変なやつ来たらあれだし。そうだね。あの、トルネモー。ランド読み、ランド読み。はいはい、マッパー、何もできず、マッパー。オッケー、いいね、いいね。これだからね、眠らせ。ミユキの線もあったから、ちょっとスケールのやつは知らなかった。こういった害悪が取り除かないと。そうだよ。オッケー、いけるぞ、これ。で、どうせミミックだから、あ、いない説あるよね。あの、最初に、最初に報酬打ってきた時点で、ミミックいないかもね。そうだね。でしょ、これ、即決しないから。え、これでもう、西嫁出して、もう、じゃらるんだよ、かい。おしまいじゃん。そうだな。わい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 、ウィンパご存知じゃない？裏なんかいた？裏は、あ、クチートがかなり、なんでも受けちゃうんじゃない？いや、これ絶対クチートでいいと思う。猫生くらう。だよね、なんでも OK だよね。大丈夫。実質、うん、大丈夫。ここだって相手ノーマル技しか打てない。打てないと。ダーランがいったとしても耐久。そう、で、黒パンはさすがにインパイト持ちには絶対にやってこないから。うん、だってこれ確定で狩られる。上から狩るっていう意味で最後なんだ、西は。え、最後なんだろう。え、絶対ガルーラより他のやつの方がいいと思う。でも、ま、もしかしたらミニキュが控えてるだけど、ミニキュ出すな、こうだった。そうだよね。そうだよね。じゃあなんだ、うん、考えろ、ポンポンポン。ミニキュさんでも思いつかなかったよ。ミニキュさんじゃねえし、お前の小芝居早すぎてついていけないし。あ、ですよね、はいはい、ですよね。まあまあまあいいダメージ入る、ね、なんだと思う。月光か、かゲンガーだとしても出すよな。え、なんだ、全然わからない。ランド、ランドしかない気がする。そうだよね、うん、あれ、俺さっき何した意味、あれ、あ、ガッサマッパ、あ、レイパンしたんだよね、俺ね、うん、あ、だからだ。そうだ、ランドがいるんだ後ろに。レイパン持ってっからやだやだっつって、そういうことだ。絶対ランドだ。だからランドが純速っていうことなんだろうな、多分、うん、だからあっちが最速だったらみたいな感じだな、多分。そうだそうだ、そういうことだな。あー、オッケー。おー、今読めてる、読めてるね。相手がもう見透かしてる。いやいやいや、もう見えてるね。見えてる見えてる。丸見え、エッチだもんね、うん、スケだもんね。スケパン、うわー、ホロパンのスケパン。このパン大丈夫だろ。入るべ。ほら、チータ強い。あ、強い。燃えない、燃えない。燃えないもの。オッケー、V 字。あ、A 下がっていく。最高。これ、ん、待って、身代わりはないべ。これないし、いや、これ貼れないべ。貼れない。まあ、貼れないから V 字でいい。V 字でいいよね。ないよね。あー、けど、ここ買いか、ワンちゃん。ここランドじゃない。あ、まあ、ランドでもいいよ。あるんだね。ランド来たら、あの、あいつ出すよ。スケールモンスター。確かに。スケールモンスターの勝ちよ、それ。でも、おうちゃん、あれ作りゃよかったか、スケパンだったら。スケパン誰スケパンつけてるんだから。うん。おうちゃん、あれ作りゃよかったな。そうだね。なんか、お前がさっきから、あの、下ネタしか言わないからさ、スケパンにしか聞こえなかったよ。いや、これもう、落ちますよ。ベンチビューして落ちますよ。スケパンって言ったけどな。だよな。絶対聞き間違いじゃねえんだよ。まあ、ジャラつけてしまいます。ちょっともいまあ、上からね、うん、なんか小ざかしいことしてくるかもしんねえんで、ジャラつけて。まあね、オッケー、よしよし。トルネいたよね。いたけど、いや、ジャラランカにしよう。ジャラランカか。いやけどこれ、けど S 負ける可能性あるべ。
だからこれ普通ニトルネしかないんじゃないか。悲しいけど。そうっすね。悲しい。流すよ。そんなニヤニヤされちゃったら流すよ。だよね、だって。流しますよ。結局トルネなんだよなって。じゃあラガンガジェットなんていらねえ、防具ジェットだ。いや、それしかないでしょ、本当に。うん、ない、これしかない。ブレイジングのソウルね、捨てらんないから。うん、で、まあ、ガルーラは、あれ、大丈夫、ジャラランガ、あれ、捨てみたいね、あれ。え、だから、ここでガンプされるじゃん、うん、で、ジャラランガ変えるじゃん。で、S 戻るじゃん、勝ち、終わり。なんだ、いや、なんかナチュラルにジャラランガがクッションに、クッションにされたけど。はい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 、オーボン。うわ、マーゴー。痛いたただな。これは痛い。これ猫吹いやったら負けか。けどそもそも暴風当たんなきゃ負けか。とりあえずここ変えしかないよね。そうだよね。岩石富士連打安定だもん。相手岩石富士連打安定だもん。そうっすね。うわーマジかー。これ勝てるでしょ。でもやっぱり防具当たればいい話。え、てか素早さが当たるんじゃないの。まあ下がるけどね。下がるけどね。あ、全然食らわねえ。てか自信ないんじゃない。ここ変え。相手何すんだこれ。欲張りか。これ相手何すんだ。自信じゃない。自信か。え、ジャラルが結局上から殴れるポケモンっていないから。自信耐えるかどうかだ。自信耐えるかどうか。耐えるもの、ジャラランガ。そうなの。よしよし。え、ああ。見たって、とりあえず。不意打ちで猫踏いなきゃ三立て。ないわな、S 負けてるわな。そうだわな。だね。やけど、あ、勝てる、絶対勝てる。けど S 打ってない可能性あるよ。HA あるよ。再生力で回復してますかって思います。そうですよ。だからもう全然勝てます。けどね、サタで見たいのよ俺。そういうことね。そうなの。はい、猫玉くらー。あー、待って待って。おい、はい、そうだ、そもそもガンプで S 下がってっから無理だ。あ、そうだ。あ、けどこれ上から叩けるよね。あれか、ヘドバクで落ちるべ。1段階上がってきて不意打ちです。死ぬ可能性が出てきたけど。いや、不意打ちじゃ落ちない。不意打ちじゃ落ちない、それは間違いない。不意打ちは耐えそう。落ちない。いや、耐えるな。ヘドバックで落ちるよね、さすがに。いや、不意打ちでは絶対落ちない。だって俺、計算してるもん。計算ずる、うん、いや、さっき、ね、全然落ちない。ほーらー、よしよし、バイ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 。取るね、勝つでしょ。いやい、再生力マジつえ。それジャラランガ全然目立たない。ほんとね、かすむかすむ。持ち上げろ、持ち上げろ。何がうろこ。いやでも気のなった防塵。確かに持ち上げてくれ。えらい、うん、でも全部トルネに取られた。そう、結局そうですね。まあ暴風ジェットが強かったと。あ、そうじゃん。あ、違う。ジャラランガジェット打ってないじゃん。1試合目も打てなかったじゃん、あれ。まあ、楽しかったです。はい、お疲れ様でした。最終回、お疲れ様でした。次、後語り、チャージより後語りいきます。はい。お疲れ様でした。あ、後語りです。はーい。お疲れ様でした。お疲れ様。ポケモンウルトラサンムーンですね。いかがでしょうか。お分かりいただけた。それも間違ってるけどね。それっぽい、なんかね。いかがだったでしょうかでしょうか。いかがだったでしょうか。なんかね、どうだろう、ウルトラサンムーンは一番俺良かったと思うんだけど。うん、なんかね。なんか一番しっくりくるような感じだったような印象がありますね。実況撮ってる時もね、
これ取れたみたいなね。あ、そう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 、うん、なんか噛み合ってるっていうか、なんかもうぴったり来たような試合が結構いっぱいあったから。で、あのなんだろう、オープニング前のね、あのクソくだらないあの茶番がね、俺結構好きなの。わかる。あれすごいや、ずっとやりたくてさ。いやろさ、あれなんだよね、何気なくさ始めた時にさ、ちょうどね、あれこれもしかしてみたいな。そうそう、あ、これでいいじゃんみたいな、ね、そうそうそう、だから撮ろうと思って撮ってるわけじゃないからさ。俺らね、あれほど普段くだらない会話してるいくらでもああいうのだったら。そう、うん、もういつでもマイクをこう録音すればああいうの。そうだよね、いつでもあるからさ。いいよ。それをなんか、なんだろう、うん、出せたのもなんか良かったし、すげえくだらない感じも面白いというかね。まあよかったね。いやーね、なんか、うん、いや、なんかみんな活躍したと思うよ今回本当に。したね。何から始まったんだっけ。クチートから始まって、まあ全治冬は一回も打ってないけどあれ以来ね、あれ以来一回も打ってないけどさ、相手打つ場面もないからさ、別にじゃれつくてよかったっていうね。まあ確かにね、うん、もうこれ3つでいいんだよ、こいつ技3つでいいからさ、別になんか、うん、全治冬で困ったことは別になかったねそう、ない、半減のじゃれつくでもうめちゃめちゃ強いからねそう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 、本当に支えてくれた。ああ、いや、てか本当にね、問題児いなかったよ今回。ジャラランがマジでさ、いや、まあ問題児だけど、なんだろう問題児、いやもうね、過去さ、過去までの問題児が本当に問題児だったじゃん。まあこうやって見せてくれたよ最後は。だって俺それまで俺は出さなかったからね。ああ、一回も出してないけど、まあ固定してみたら、まあ、やれユータンとかいうポケモンよりかは、やれユータン、エレキブーとかよりは絶対勝ちましたよ。レートで下がらなかった。むしろ上がった。うん、そう、レート上がったかもね、なんか。うん、まあ、こいつでミミックとか釣って倒すみたいな感じだったもんね。そうそう、なんか、こいつは活躍しねえけど、こいつはそう、あっさり死ぬんだけども、あっさり死ぬんだけど、まあ、その最後の2匹で勝てるような試合が結構あったから。戦略を立てやすい、ただの釣りポケモン。わかりやすい、そう、釣りポケモン。ただの釣り割りこいつ。ルアーだから。ルアーなの。いやでも、うん、わかり、うん、逆にわかりやすかったからね、うん、なんかね、刺さりましたね、うん、意外と。まあ、わかりやすいポケモンだった。そうだね。だから、ね、やっぱね、まあ、なんだろう、解禁し、いや、なんだろう、一番の MVP を上げるとしたら、やっぱね、トルネロスだ。トルネロスだね。完全に。最初の、クチートとか取ってる時は全然進出もせず、そう。なんだこれだったの、ね、うん、いや、最初再生力の使い方がいまいちわかんなかったんだけど、トンボ返りを搭載した瞬間にめちゃめちゃ強くなったね。そう。相性めちゃめちゃいいわ。めちゃめちゃいいしね。で、ホルード、ほら、スカーフでさ、スカーフだからほら、トンボ返りが。トンボトンボね。できないんだよね。そう、なんか自信打った後にトンボ返りとかできないから、でもトロメロスほら、ボーブジェット打った後にトンボ返りで帰って。大体先制でね、打てるからね。そうそうそう。消す早いから。いや、これね、いや、まあ、与える自信がある人はぜひ使ってほしいな。うん。強いと思う。そう、じゃあまあそんな感じで、あれですね、宣伝つうかまあ、ポケモンは、僕は3分で終わります、はい。ポケモンは終わる。でもね、あれなんですよ。大会がね、ポケモンの大会に呼ばれてまし。そう、ね。呼ばれてまして、7月ら辺に、多分投稿になるんじゃないかな。そう、そのうちまたなんか続報があると思うんで、まあ、ツイッターかなんかでフォローしてくれれば多分わかると思います。はい。とりあえず私たちのポケモン動画は次の大会で、まあ、また会いましょうと。そうだね、そんな感じ。だから、ウルトラサンムーンは、とりあえずこういうパーティーでやるのはおしまいってことで、まあ、うん、どうだろう、3DS 版はなんかもう最終回なんじゃないかな、わかんないけど。そうだね。多分次スイッチで発売でしょ、ポケモン。みたいだね。スイッチ発売したら、まあ、まあ、やるのかな、わかんない。まあ、気分でやります。うん、うん。多分やるんじゃないかな。どうせ、なんかモチベ上がると思うんで。そうだね。うん。っていう感じで、まあ、これからは、なんかいろいろね、動画投稿も、頻度上げていくんで。本当にね、ポケモンでね、かなり動画が消されてるから、ね、消えてっからね、編集、例えばカービィ動画今上げてるじゃない。カービィ3つぐらい上げられるぐらいの編集量入ってますから、うん、ポケモンに。ポケモン1に対してカービィ3。3ぐらい。うん、本当に。あげられるから、まあこれからはちょっと動画頻度も上がっていくというか、まあサブチャンのゼロも、まあ終わっていけばさらにまた、投稿頻度も上がるんで、まあチームうまい棒、チャンネル登録というか、まあいろいろ。いろいろ動画上げていくんで、皆さん見てください。見てください。メインのカービィと、サブチャンのゼロ。サブチャンのゼロと、あとはまたなんかいろいろ上げていく予定がいろいろあるんで。そうだね。うん。
いや、でもね、多分面白いと思います。いや、このポケモンがハマってくれるんだったら絶対にハマると思いますね。うん、なんかね、ポケモンの最初の茶番が好きな人はもうね、ゼロとか大好きかもしれない。ゼロとか、そう、ポケモンカービィとか見てほしいね。はい。ということで、まあ今後も、チームうまい棒よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ニコニコも見てね。ということで、今回はまあまた会いましょうって感じなんで、別にね、ただの語りというかさ、うん、まあ今回は終わります。はい、また会いましょうって感じで。また会いましょう。お疲れ様でしたと。そうですね。うん、じゃあ一本締めで終わろう。いましたねポケモン動画おなじみですね。そうですね。はい、行きますよ。よーっ、あー、お疲れ様でしたー。また会いましょう。また。浮いた。あー、勝った。これは勝ったでしょ。さあ、先発は何がいたっけ、もう覚えてないですね。日本史が回りすぎて、うん、なんだっけなキャタピーポケモンやめちまえよ、お前。耐えられねえ。やめろよお前、ハオリ大好きか。ピーポーピこいつ、マジでもうちょい、こいつよ。そしていつかこう